お待たせしました。はい、全国800万人のストリートファイターファンの皆様こんばんは、ストリートファイターカーニバル7第2種目、2日目、ガロスペランダム 2-on-2 大会じゃ始めたいと思います。モサリーリカちゃんチーム対イガミトラチーム、じゃあ試合だ、始めてくれ。今日はどうですか、上級者、中級者分けた感じ。そうですね、分けました。意図的にチームを分けたと、そうですね、半々に分けてからチーム組みました。なるほど、じゃあ上手い方の人は、後に控えてます。後に控えてる感じですかね。じゃあ 1P 側が、伊賀美君かな、ね、で 2P 側が 3TP 勢のリカちゃん、お互い上東同キャラですね。同キャラ、どっちが我慢できなくなるか。そうですね、もうどっちが多くハリケーン打っちゃうかみたいな、ね、どっちがハリケーンか、どっちがハリケーンザザーか。さあガロスペ、多いよ、おーおーおー、できる、あー、ない、まあいいですね、できることをやっていけばいいんです。ここぶっ飛ばしかする、おー、ダウイパンで潰していく、イガミ、おー、まこれですね、ている迎撃、ハイク、スライディング、ハリケーンパイ生まれてスライディング、さあ、飛び道具打ち合っていく、出しとく技、そうですね、もうひたすら出す、ハリケーン、あー、裏切りの、裏切りのジャンプ、あー、裏切り、外した、弱ダイ、つないで勝者、ここは一方選手リカちゃん、あの弱足からはあのスライディングがつながらないので、ちょっとそこは注意ですね。ああ、弱パンチ、弱パンチに目押しでまずつないでからじゃないとすらつながらないです、ね、はいはいはい、分かりました、弱足からはつながらない、よく覚えておきましょう。さあ大足払い、スライディング飛び込んでいく、さあここはしっかりリカちゃんガードしていく、さあスラでこかして弱ダイ、おっと、くぐった、危ない危ない、さあさすがにここはめり込みすぎたか、タクハンをいただいてしまいました、ダイパンチかせ、あーっ、おまかありがとう、いや本当に死んだー、あー死んだー、あーいいですね、いいですね、あーいいですよ、いいですよ、リカちゃんやる、さすが、コンボを決めていく、あ、言うても 3TB のトップレベルですからね。そうですね、これで危ない危ない、つら刻んで刻んで、まだ一度とあるからね、大丈夫大丈夫、あー、お願いスラッシュ、削りでリカちゃん勝利。じゃあもう、伊賀美トラチーム大将トラ選手、じゃあお願いします。これリカちゃん勝っちゃったらやばいですね、これやばいですよ、だトラさんベアですからね、あ、ガチキャラ、これはだジョーとベアというとこう完全にですね、ジョー有利な、なるほどね、じゃあここは諦めないでリカちゃん頑張って自分のプレーやっていただければなと。あ、でもトラさんもベアでね、あの以前ガロボーさんのジョーを殺したという伝説がありますから、ありますからね、じゃあここは本気でいかないといけませんね、ラウンド1ファイト、リカちゃんチームはモサリが、まだ早くもこの初心者殺しをタック連発します、あ、もうタックです、あ、これはもう情け容赦のない連発、ここは勝っておかないとねというような感じです、分からないうちに殺しますよ、はい、レディゴレディゴレディゴ、おいトラさん、トラさんそういうところですよ、トラさん、トラさんほんとそういうところですよ、完全見ましたか皆さん、これがわからん殺しやつですよ、これがしょがり、しょがりです、完全な、やばいですね、完全なしょがりです、危ない、トラが一方選手、危ないです、あ、いいですね、あ、いいです、それです、そうです、もうこれでいいんです、これでいいんです、あー危ない、リカちゃん、あるあーあーバレたバレた、あ、いいよ、いいよ、リカちゃんそれだ、あ、リカちゃん、いいよいいよ、あるのか、トラさんバレたぞ、あ、ちょっと走っちゃうともうダメなんですね、走っちゃうとガードしてください、危ない危ない、いいですよ、そのラインでいいですよ、それですね、それですね、危ない危ない危ない、エスケープですからね、あー、狙ってた狙ってた、まだまだ分かんない、あー、ジャンプパッチ近くだよ、レディゴ、じゃあ、走りに行ってください、あいよーよーい、これで 1-1、 いや、いいですね、いい試合、いやー、すごい、これありますよ、すごい、対応が早い、早いですよ、これもう 3TB 力がやっぱ高いですからね、これね、 3TB 力が高いですね、さあ、これでリカちゃんもしかしたら勝っちゃうかも、なるか、リカちゃん飛び込み全部スライディングで落ちますよ、スライディングで飛び込み落ちますよ、距離取ろう、距離、危ない危ない、わからん殺しマーク2来てますからね、マーク2何重にも当たり、わからん殺し、まあ、わからん殺しもまた来ましたね、危ない危ない、逃げてリカちゃん、逃げて逃げて、危ない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 、あートラ勝利、やりたい放題、やりたい放題、完全にやりたい放題でしたよこれ。じゃあリカちゃんチームの大将モサリータッグキングお願いします。モサリさん、この間の先週の土曜日に行われた、日曜日に行われた初中級大会優勝してるんですね、この間ね、なるほど、なのでめでたく出禁になったということで上級者枠です、上級者枠ということでね、頑張ってほしい。
さあ、トラさんのベアが火を吹きましたね。今トラさんひどかったですね。あのリカちゃんの 3TV にトラさん来たらボコボコにしちゃってください、ね、完全にボコボコにしちゃってください。なぜもバカだっつって、もう同じプロレスラーのキャラですからね。もう完全に浮かしてください。浮かして浮かしてジャイアントスイング5回ぐらい消えてボコボコにしちゃってください。5回決まる前に死にます。さあモサリーは今日はタッキング。さあレディーはおー対策いいですね。あーじゃあタチパン大パン、非常にこういった差し合いも強いトラさんのベア。おいおー大キック、止まれてて、あー残り数ドット、わーベア半分仕込んでた。さあ一本選手トラ、いやーなんとしてでもこれは頑張ってほしいですね。頑張ってほしいですねこれね。さあ後がない、モサリタックどうする。やっぱ一気に体力持ってきますかねトラさんね。ドサさに紛れて、ドサさに紛れてですよね。さあレディゴレディゴ、初心者が非常に返す、あのね、返しづらい技で、難しいですね。レディゴランブ。さあ、画面端に追い込まれた。さあ、大パンチ落として。しゃがみ大パン。そして、タチショーパンチ。非常にこの、ああ仕込んでる。非常に5番の精度が高い。これはああ、ダメだ。勝った。勝者、伊上トラチーム、おめでとう。いやベアの強さ出ましたね。出ましたね。僕は終わってるのかな、予策がやってます、どうでもいいですね。はい、これやっちゃいますか。じゃあはい、じゃあグリグラムツミチーム対聖騎士ゴンチーム、じゃあお願いします。先方大将を決め、じゃんけんして 1P2P チームごとに選んでください。グリグラムツミチーム、聖騎士ゴンチーム、このグリグラ君とムツミチームなんか強そうですけどね。そうですね、これはもう、そして聖騎士君とゴンチーム、あ、こっちも強そうですね。これはなかなかいい試合になりそうだ。いいですね。じゃあ試合の方始めるんだ。あら、グリグラさんはギースにキャラ変えてますね。そうですね、 1P 側はグリグラギース、 2P 側は聖騎士マイ。グリグラさんは X 勢ですよね。そうですね。そして聖騎士君はヴァンパイア勢ですかね。ですね、ハンターとか、ハンターとかね。これはガロスペを、まあ当時も多少たしなんでたと思うんですが、まあ、そうですねこれはね、まあそんな他影勢が今日はガロスペに挑戦しているというような状況になっていると。さあグリグラ選手がギース、そして聖騎士君がマイとなっております。さあ疾風拳重いですね。さあ大根回し蹴り、ダイヤ足払い、キャンセルで風拳、うまい、ぶっ飛ばし攻撃、吹っ飛ばしていくのは聖騎士。大の龍炎武かかったな、多いと一発当てていく。さあここはバックジャンプ、距離を取る、自分の距離感で戦いたい両者。さあ足キャンセル、キューエブ連打連打、飛び込む、挑戦線で固めていく、いい勝負。さあグリフラ君どうやってここの場を回避する。じゃあ奥の台で白次郎慎吾チーム対周平遠征チームお願いします。はい、白次郎慎吾チーム VS 周平遠征チーム、奥でお願いします。さあ C 投げが入った、あー裏、おーやるグリグラ選手、しっかりコンボを決めて一本選手。あグリグラさん、あの先日の初中級ではテリーで出てたんですよね、はいはい、キャラを変えて、キャラを変えということで成功してる感じですね。まあ X はあれだけ上手い人ですから、まあそうですね、リース使っても強いんじゃないですかね。まあ、セクシクも非常にカッポンのゲーム上手いですからね。そうですね、 X だとチュンリーとか使ってた気がしますけど、セクシクさんこれは結構いい試合になりそうだ。見て危ない、ライコン回してる、ここはヒット、飛び道具の打ち合い。さあ飛び込んでいくが投げで返していく、いです、ね、この辺。さあ小足で固めて龍炎武返していくが、ここはしっかりガードしていく、飛び道具体力リード、グリグラ、あっと当たった、疾風拳打ち合い、この我慢のどちらが我慢しきれなくなるか。オーバイ、飛び道具で返して、あーブライ、あー惜しかった、ナイスガードからの台足、この差し込み非常にあのしゃがみ足払いの性能がギースは良さそうですね。いいですね、長いですし、長い足払い、長い速いというような感じですかね。さあ攻めざるを得ない聖騎士、時間がないぞ、飛び込んだ、あ投げた、どうなの、どっち削り、聖騎士どうだ、タイムアップ、非常に前が勝っている、なんと聖騎士一本取り返す、最後まで試合を捨ててない、よかったですね、よかったよかった。あの忍び鉢ガードした後は結構隙がないので投げぐらいしか反角ないんですね、はい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 、そこがちょっと注意ですね。なるほどなるほど、なんか手出しちゃうと逆に損してしまう、そうなんですね、向こうの投げが入ってしまうという、なるほどね。さあここは飛び道具重ねていく、おおうまい、対空で龍炎武、さあ起き上がりに固めていく、削りも非常に有効なダメージソースですからね、有効ですね。さあ飛び道具の打ち合い、
均衡を破るのはどっちだ。疾風拳一体嫌がる。グリグラしっかりガード、セクシー大空見せて、ダイヤシキャンセル、烈風拳当たった、ラッキー。さあうまいバックステップ、ああちょっとタイミングずれた、グラってしまった。体力リードグリグラ。さあここから逆転劇見せられるか。上位サダダもう打ち止めてる状態。うまいうまい、煮込んで、あっここはしっかりガード、ダヤシ1回して、あーやったのはグリグラ、お見事、いい勝負でしたね。いや、あの初心者講習会でもギース結構スト2力が高いと説明したんですけど、はいはいはい、かなりスト2力で今勝ってましたね、グリグラさん。そうですね。じゃあゴンさんお願いします。あ、いいですね、スト2を台無しにするキム来ましたよ。来ましたね。もう貴様にスト2はやらせない、ザゲンじゃないと、これがアロスペだぞ、波動拳で飛ばして昇竜拳で落とすなど許さんと、許さん。さあゴン君のキム、ゴンさんのキムはあのカルカル大会でガロボーさんの1回戦、かなりガロボーさん追い込んでましたからね。追い込みましたね。俺のアルティメットアドバイス引き出しましたからね。そうですね、落ち着いてガロボーガロボーを要は落ち着かせなかった、焦らせた。そうですよ、もうかなり焦ってましたね。さあここは水を得た魚のようにキムが飛び込んでいく。まあやっぱこの飛びの軌道をね変えられるキャラってのはもう大概にしてこの手のゲームだと強いよね。そうなんですよ。しかもこれ台足、さっきね池田さんも強いですけど、台足台足チャンスのレップ券見てから一人で余裕で決めますから、ね、そうなんです。どうなってんだこのキャラ、片目が通じないという、おかしいですよね。一方選手ゴン、さあここはゴン選手としてはでもここは負けられないですからね、チームの勝利に関わってくるんでね、ここはもう容赦なくいきたいところ。さあ半月山削りぼかして画面なし追い込んでいく。さあグリグラさんがここからどう脱出していく、注目していきたい。おうまい、あーここは軌道変えられるんです。いただいちゃいました。3段飛び込んだ、ここここ、あーガード、イテラーもう分かった。おいおいお、この威力、この威力削りだけですよ。おうおう、当てびし込んでた、半月さんを待っていたのか。さあ削られた、大足当たった。さあ厳しい、ここであっ削りしちゃう、あーゆうち勝ったのはゴン。じゃあグリグラチームむつみくん、はい、ノーフューチャーむつみ出てこい。もうむつみさんがやってくれますよ。まあむつみくんはアクセル使うんですかね今日もね。そうです ね、まあ相手はキムですけどね、なんとかノーフューチャー力でかなりもう萌えプロで生かした、ね、萌えプロ力で、ゴンさんのキムを倒したいところ。ワンピーカは、チームリーダーむつみのアクセル、え、キムなの、そう。さあここも避け対空、あれは対空にやっぱりあの避け攻撃、あれは有効なんですかね。有効ですね。キムの飛び込みはあの足払いを潰せないので避けで全部落ちるんですね。なるほど、そういうエンテエンテチーム、はい、周平さんに2人抜かれた、それは大変なことですね。さあとここは飛び込んでいく、ワッカワッカで削っていく。じゃあ奥で中山春道と暇人 K お願いします。はい、暇人 K 中山春道、じゃあ奥で試合の方お願いします。さあここはおー削った、削った、うまい、むつみうまい、キムはこのようにして狩るのだよと。まず一方選手、いや見本のような倒し方でしたね。でやっぱアクセルって結構自分から飛ばないと攻撃当てるのが難しいというか、なんか大変そうなキャラなんですが、そうですね、ここはね、むつみくんなかなかナイスな判断をしてくれました一本選手。まあゴンさんも、まあ、落ち着いてではないですけど、よく見て対応していただければ大丈夫かなと思うんですよね。さあ飛び込んだー、これは痛い、痛いね、このヘリです。あー踏みつけ、ピヨってしまったように見えるが、えいえい、残った、残った、愛されボディが、愛されボディ、しかし11、いやきつい、これは分からなくなった。宇都宮ノーフューチャー、アクセルホークでキムを借りるか、それともゴン君がキムで押していくのか。さあステージは予測ステージ、雪が降る、寒いですね、寒い寒い、一回も通さないですか、一回通したら、ああうまい、いってるそばから、よかった、危なかった、飛びは通しちゃいけないと、やばいですね、最低でも半分持ってかれますからね、最低半分。さあ飛び込んでいく、うまい、先攻撃、対空して削り、削り毒むつみ、
体力、おうまい。さあ試合が非常に強い。おう、タイパン返して、あ、これを大切にいきたいが、トルネードアッパー一つ二つと投げていくが、ゴン選手非常に落ち着いて、あー、タイク、タイク、うめ、飛び込んだ、バックステップ昇格、そしてそのまま固めてキャンセル技削っていく。さあ時間がない、むつみ20秒。これはあっと、これで体力逆転か、逆転かね、どうだろう。ゴンさんが少しリードしてるように見えるけど、どうだ、わかんない。あ、どうする、あー、相打ち、赤くもない、これはきついぞ、時間がない、あー、負けた、負けた、即負けた、負けた、離して、違ったが、かわされた、勝ったのはセクシーゴンチーム、おめでとう。いやー、うまいこと体力もコントロールしましたね、今ね。いやー、うまかったですね。で、これですかね、こっち、こっちですね。じゃ、コンちゃん、鳴沢ゆいチーム対ババラムネガロボーチーム、じゃあ試合です。さあ、いよいよ皆さんが大好きなガロボーが出てきます。コンちゃん、鳴沢ゆいチーム、ババラムネガロボーチーム、じゃあ試合の方お願いします。あ、これは先日行われたランダム2オンでは鳴沢ゆいガロボーチームで優勝を飾ったチーム同士の対決ということで、なるほど、ここはじゃあ分かれていただいた、分かれましたね。あ、ガロボーさんは今日ですね、ジョーを使うと言っていました。ジョーを使うと言ってましたか。さあ、裏切りのジョーになるのか。裏切りですよ、もう。さあ、その選択肢が合ってるのか合ってないのかはこれから分かると。ワンピーガーはババ君、ツーピーガーはコンちゃん、じゃあ試合お願いします。今日はランダム2オン2、審査員の方で、初心者、中級者、上級者と参加者の腕前を見させていただき、分けさせていただきましたというような流れになっています。まずはババ君の10名、そしてコンちゃん選手のジョー東、ツーピーガーは、さあまずはせんべい、せんべいとハリケーンアッパー、お互い強力な飛び道具を持っていると。さあ飛び込み、積極的に攻めるのはババア、追っ払うのはコンちゃん。さあ仕切り直してまた振り出しに戻った。手堅いですね、手堅いですね。どちらもやっぱ飛ばして落とす、スライディングで、そうですね、落としていくようなスタイル、我慢できずに飛ぶ方が悪い。あーとスライディング、いや、それともハリケーンを呼んで飛んで当てていくのか、その辺の読み合いが非常に熱い対戦となっていると。あーっと、危なかった。さあ大パンチ返して、せんべい当てて、めくりはガード、コンちゃん選手が耐えるフリード、おーっと、ハリケーン、ハリケーン、せんべいを今くぐろうと思ったのか、あーっと、ガード間に合った、しかし日本強い。さあ残り一発、これは、あー、スラが入った、ガードして、さあ、あ、セーブ、当たった、ここはきつい、打ち勝っていく、コンちゃん選手、一本選手。いや、このお互い迂闊に飛び込むとスライディング体育が待っているということで、そうですね、かなり手堅いですね。コンちゃん選手はあれですね、やっぱスト2系、何でしたっけ、 EX2 あ、そうですね、とかね、はい、あの辺のプレイが上手いプレイヤーとなっていると。まあそういう意味では上位がじゃ使いやすいかもしれないですね。一つっぽく戦えるのかもしれません。そうですね。さあスライディング、スライディング、どんなところにスライディングで落としていく、ハリケーンザザー攻撃です。さあ日本勢うまいぞ。さあババ君がここは攻めていく、2ラウンド目、あと飛びは刈られるぞ。しっかりとこう、コパンを刻んで、ダイパンにつない、目押しでつないで、ハリケーンで固めると。手堅い攻め、さあ体力同じぐらい、飛び込んだ、あー惜しい、わーっと、いやー今ババ君惜しかったですね、連続技のチャンスだったんですが、まあ連動が上がればね、いずれ出せるようになるさということで、まずはこのゲームの楽しさを分かってほしいという感じですね。せんべいはスラで割られちゃうんです。そうなんだよね、せんべいはスライディングでくぐれるぞ、覚えておこう。危ない、日本勢呼ばれた、チェーンが繋がって、あー日本勢うまい、まだ分かんない、時間がない、勝ったのはコンちゃん、おめでとう。じゃあガロボー選手出てきてください、お願いします。さあガロボー選手、今日はジョーと言っていたんで、ジョーですね。あ、今日最初からカバン置いていますね。カバン置いてますね。前回あの1ラウンド取られたらカバン置いて、あ、それ重りなのみたいな話をしたんですけど、最初からもう置いてます、置いてるんですね、本気です。さあガロボー現る、今日はジョー東、さあ同キャラ、さあガロボー今日は負けられない2オン2チームメイト、はーい、中山さんと春口さんの勝利、はい。さあ飛び道具の試合、おっと、ここは当て感がちょっと外れたか、飛び込んだがしっかりコンちゃんガードしていく、
じゃあ奥でホナミハニャンチーム対アルミックタケヤンチームお願いします。はい、ホナミハニャンチーム、アルミックタケヤンチーム、奥で試合の方お願いします。まあガロボー選手はね、言うてもやっぱ上手いですからね。そうですね、ここはやっぱり負けられないですね。まず一人目コンチャン戦、おっと、ここはうまい、スラッシュキック、さあ画面始め込んだぞ、あー裏からガロボーの連続技、どうやりたいだけのコンボ入りましたね。入りましたね。たまにはできるよ、俺だってできるんだと。一本選手ガロボー、まあコンチャン選手はあれですよね、疎通力で戦って全然いいと思いますよね。そうですね、本当にここはもう自分の培った格闘ゲームテクニックを駆使して戦ってほしいところ。本当にこの丁寧なこの飛びの打ち合いと、そうですね、今の一発を通す、このダメージが非常に重要になってくる、重要になってくる。ああうまい、ガロボーしっかり待っている、画面は見えているのか、ガロボー飛び込んだ、いいよ、あー惜しい、さあ飛び込んでいく、危ない、危ない、ピヨッタ、これは完走すればいけるか、飛んで、はいはい、いけるか、はいはいはい、あー惜しい、でもこのリード大切にしたいですね、このリード大切にしたいですね。裏、あーガロボーが逆襲の連続技、スラッシュキック勝ったのはガロボー、いやーモテなかったですね、俺の裏っていうアドバイスがちょっと遅かったですね。そっちが押せばいい、はい、じゃあ大将の鳴沢優衣出てこい。いやでも今ワンチャンありましたよね、コンちゃん選手惜しかったっすね。ガロボさんナチュラルに今飛び込まれてましたからね。飛び込まれてましたよね。あれと思って一瞬、あ、やっぱジョーやめとけよかったと思ったんだろうな。普通に飛び込まれて死ぬっていう、ね、一瞬思ったと思うんですよ、あーみたいな。はい、じゃあ大将鳴沢優衣、今日は前、さあライン移動、おーうまい、かぶせてグライン移動、鳴沢さんのラインを結構使っていきますね、ライン勢。さあ、おお、リュウエンブ読んでショーパンチで潰していく、手足が去って、さあ画面端追い込んでいく、リュウエンブ飛び込んだ、固めていく、削らせていただきます。結構前の飛び込みはスライディング潰すのが多いので、スライディング対空はできないんですよね、はいはいはい、なるほどね、スライディングで対空はできないと、この辺は臨機応変に他の技に切り替える必要があるというところですかね。さあ、返した、うまい、狙ってた、鳴沢君本当に上手くなりましたね、このゲームね、バッチリ当て感、しっかり龍炎部でライン移動を返していく、ダヤシライン移動、あーうまい、うまい、これ体力逆転、何それ、うまい、うまい、さあ無理はしないで、鳴沢君燃やされてる、タイガーキック移動して、さあ残り2秒、裏から投げたが、これは間に合わない、鳴沢優衣一歩選手、これは命拾いしましたね、危ない危ない危ない、おいおいガロボー死ぬんじゃないよと、さあ残り後がないガロボー、鳴沢優衣強い、いやそうですね、強くなりましたね本当にね、おっと今度はガロボーのターン、まだピヨってない、ピヨってない、あ今移動読みの何をしましたけど、思いっきり失敗しましたね、失敗しくりましたね。さあ飛び道具の打ち合い、体力が大幅リードしているぞ、ここは一本何としても取り返したいガルボ、ライド当てて飛び道具落ち着いてライドで返していく、あーっと潰し、立ちジャックパンからのスライディング、おっとかぶせた、これで 1-1、鳴沢君はライン移動の攻撃をリュウエンブで迎撃するのを今この実戦中でもかなり狙って練習してる感じしますね。なるほどね、実戦中でもそれを積極的に狙っていくと、やっていますね、はい、あれ普通に根元で当たるとすごい減るもんね、すんごい減ります、火力が高い大のリュウエンブとなっておりますが、さあここはライン移動して様子を見る、お互い飛び道具の打ち合い、均衡を破るの、均衡を破るのどっちだ、さあまだ様子を見る、飛び道具の打ち合い、さあどうだ、じりじり距離が詰まっていく、ダヤシ払いラインで拒否る、ぶっ飛ばしもラインで拒否る、何がやべえやべえとか言って、何がやべえのか普通に言いましたね、やべえ、説明しろ、あーうまい、鳴沢君じっくり行こう、じっくりじっくりじっくり行きましょう、じっくり行こう、ゾウが歩いてる時は飛び道具最初の点を狙ってますからね、なるほど、もう今言ってましたね、何がやばいんだよ、やばいっつってガロボーが弱音を吐きましたよ皆さん、危ない、あこれは体力が逆転、じっくりじっくり、だやし、まだまだ逆転圏内、残り10秒、時間飛び込んだ、バクセスライディング、ね、ハリケーンアッパー、さあ時間がない、鳴沢、鳴沢いい、
飛び込んだ、投げが入る、これはどうだ、時間が足りなかった、勝ったのはガロボーチーム、お見事。いやー、踏ん張りましたね、ガロボーさん。じゃあ、エアガイツカメン、それがしチーム、適当微分チーム、エアガイツカメン、それがしチームは強そうですね。そうですね、なんかもうエアガイツカメン結構強いけど、まああんま大会出てないし初心者枠に入れるかって言ったらこのざまですわ。じゃあ適当微分チーム、試合の方お願いします。そうですね、はい、どうぞ。はい、始めてください。じゃあ、ワンピガワー、エアガイツ仮面、ツーピガワー、適当。じゃあ、試合の方お願いします。ガロボ、あ、じゃねえ、エアガイツ仮面、なんと、キム。そうだね、エアガイツ仮面。AB 押す練習するんじゃない。AB 押す練習しないように。あいつ、ノーラインのメンバーなのに、ラインの平気でやるってことです。まあ、エアガイツカメン確かにあんまりガロスネの大会で出てる印象ないかもしれないですね。ないですね。ただまあ普段の試合とかたまにあるんですけど、普段ギース使ってることが多いんですけど、はい、普通に強いですよ。今日は容赦なくキムという感じですかね。ですね。さあ、カメハジ、適当君のギースを追い込んで投げに切り替える。さあ、視聴客レッド君返していくが、体力大幅リード、エアガイツカメン。さあ、何をやってもうまいのは、ライジン青木、いや、エアガイツカメン。さあ、一本選手、エアガイツカメン。勘もいいですよね。あ、まあそうですね。やっぱ格闘ゲームの、強い人はみんな勘がいいですけど、エアガイツカメンもご多分に漏れず、そしてコマンド入力精度も高いですよね。高いですね。非常に器用な手先を持つと。さあ、エアガイツカメンの立ち回り、敵とこれどうやって破っていくか。さあ、ここは当てっぴん狙ったけど踏まれていく。おっと、ダメ端に追い込んで、アンケさん、さらに踏みつけていく。いわゆるあの、おうまい、軸投げ。リースの基本ムーブであるダイヤ式キャンセルで風景を見てから潰せるというね。そうなんですよね。あれあ、ミスってたけど、ミスったぞ。削り削り飛んでた。あ、取れるけど強引ですね。いやー、エアガイツカメンがまず勝利。あの、エアガイツカメン、そういう意味ではやること分かるんですけど、やっぱ上手いですよね。上手いですよね。強いコードちゃんとやってくるので。いや、微分さん、なんとしてでもエアガイツカメンをやっつけてください。じゃあ、微分チーム、大将ビブン選手、出てこい。これはビブンさん負けられませんよ。絶対負けられないですね。さあ、ビブンさん、今日はマイちゃんですね。これ、このチームに勝ったら愛しのガロボーと戦いますからね。戦いますからね。頑張ってほしいですね。さあ、ビブンさん、2人抜きできるか。相手はエアガイツ仮面のキム、そしてそれがし君のギースとなっていると。ビブンさんもね、すごい強くなったんですね。強いですね。ワンチャンあるぞということで。さあ、まずは半月さんが生で刺さる。おわい、差し合いが非常に強い、富田君。そして吹っ飛ばし攻撃、追いかけて、あ、うまい、投げ、これは、おお、あっちゅう間にまたか。サマー泳げて、惜しいな、惜しいな、ラインで逃げたエアガイツカメン、なんとか命拾い。さあ、こうなると危ない、今非常に危なかったですね。危なかったね。危なかった今。さあ、踏みつけ、これで体力同じぐらいだぞ。食べない、バックステ、うまい、バックステからのリュウエム。いやー、あのバックステからのリュウエム、本当強いんですよね、あのムーブね。いやー、強いなー、すごいですね。じゃあ、一方選手、微分。じゃあ、奥で、あ、もう予策移さなくていいんで、なる予策チーム対アーチャーボムチームお願いします。はい、じゃあ、なる予策、予策チームとアーチャーボムチーム、奥で試合の方お願いします。いやー、微分さん、すごいね、やっぱ横の施設してくるキムに対して、ね、バックステでリュウエンブ当てるというあの作戦、まあ、失敗したこと考えると、なかなかやるの難しいですけど、うまい、見えてますね、おっと、これは倒れ方がピヨッタんじゃない、安定ですね、吹っ飛ばし、安定、そしてサマー、ここで、さあが、エアガイツカメン、あー、躊躇したところに台足、お見事、じゃあ、それがチーム、それがし出てこい。さあ、来ましたよ。
それがまさかこれだけね強い相方を引いてなかなか紛らわにいかないですからね。これも厳しいですね。さあこれ前半戦結構ハイライト的な試合になりそうですね。そうですね、これは見ものですよ。迷路界それがシギース、そして帝勢の微分さんの前、あ、ネオジロ君見てますよ。ネオジロ君見てますか。それがし分かってるなって。それがし分かってる。怖いチームですね、ここね。あ、そうだ、俺ネオジロ君に頼みたいことがあるんだよ。あ、まあいいか、それはまあまた後で。あれです、あれです、あれです。さあ、あっとよ、危ない。飛ばし攻撃、しっかりダメージソース奪っていく。ダメージ、ダメージ、追い込んで。飛び飛びの試合、いい距離感。わあ、ダヤシ固めていく。なんか漏れたか、漏れたか。ダヤシ伸び伸び返していく。ない冷静ですね。ああ、それはしうまいですね。投げにそぶすぐ即座に切り替えて、この裏です。あ、裏だった。死んだか。ベストーム決めた。すいません、うざいんで帰ってもらっていいですか。ヤガイスカメンさん、すいません、うざいんで。今下向いてます。うざいんでやめてください。お前マイクのそばだって分かっててやってるだろ。うるせえ、うるせえ。あぶねえ。さあ、飛び飛びの試合。いやあ、そこでレイジングですよ。あ、うまいですね。いやあ、それがしらしいギースの立ち回り。うるせえ、お前だ。お前が落ち着け。あぶねえ、あぶねえ。さあ、でもこっからね。ああ、ボッタ時代パチン。あー、呼ばれてる。ビブさん、それがしキレキレ、やばい。ビブさん、これはライコーマシゲリ勝ったのはそれがしビブ。うるせえんだよからの最後とどめ食らうっていう、とどめ食らうっていう、とんでもないやからです。エアガイス仮面に挑発に乗っていくビブっていう、これはもう、これエアガイス仮面次同じ方はできんですからね、これ次退場になります。英雄の館に怒られます。こっちかね、こっちですかね、どっち。はい、じゃあ行き、じゃあ伊上虎チーム対聖騎士、あ、ゴンチーム、聖騎士ゴンチーム。さあ、いやこの次、いやー、ちょっとこれガロボーチームちょっとあれですね、それがしやがいチームめんどくさいですね、めんどくさいですね、気をつけないとね。じゃあワンピー側伊上さん、ツーピー側聖騎士くん、じゃあ試合の方お願いします。あ、もうやがいスカメンがいろんな意味でめんどくさくて、もうめんどくさいですね。次に騒いだらちょっともうアイス食わせますか。アイス食わせよ、ほんと、もうアイス5本ぐらい口に突っ込みます。それから循環させます。さあ、伊上選手の城東、そして関志くんの舞ちゃん。さあ、この組み合わせ、まずは飛び道具の打ち合い、飛んできたところに UM、 すぐさまスライディングは爆反、大足いただきました。飛び込んでくる伊上選手。さあ、ここは冷静にガードしているところを爆裂剣で削っていく。お、いいですね、うまい、差し込みですね、うまい、うまい、ニート、ニート、落ちてね、めくり、ここ落ちてガード、削っておきました。アタック、さあスラで割って、危ない、飛んだところ、ダイク根元にヒット。いや、伊上選手の上もいいですね。いや、うまいです。それに対して関志くんの正確なところもまたいいですね。危ない、避けていく。おお、飛び道具、飛び道具削って、スラはガード、おー、体を入れ替えて残り10秒。ここ迂闊には攻められない。あ、よかった、ガードした、飛んだ、ここは対空。いやー、いい試合でした。見えてますね、素晴らしい。関選手、一本選手、さすが疎通力が高い、高いですね、すごいですね、お互い疎通力が高いですね。さあ、まずは一本選手、関伊上さんの上も当て感が非常にいいですね。あ、いいですね、スライディング、あっと危ない、ガードして、キャラ的にも非常にストツーっぽい戦い方ができるキャラ使ってるので、お互いそうだよ、ね、かなり使いやすいと思います。ストツーやったことある人はこの辺のキャラ使ってもらえるとそこそこ面白いかもしれないですね。さあ、飛び込むが技は当たらなかった。また追っ払っていく課長戦、垂直ジャンプで避けてぶっ飛ばし、スライディングで避けていく。さあ、通常技の差し合いが続くこの時間帯。お前対空、あっちショキ、あ、大キック、あー、スラの終わり際、大のリウエンドが待っている。
さあハリケーン、ハリケーン、ハリケーン、あれ、与作が死んだ、あれ与作死にました、しかもアーチャーさんが似たてした、似たて、ボムさん出るまでもなし、はい、本日の予測終了になります。はい、あー、おめえより強いとか言うな、セクシー、当たったー、危ない危ない、おお、ギリギリの勝負、セキ勝利。じゃあトラさんお願いします。トラチーム大将トラ出てこい。あれ、予作死んだんですか。いや、アーチャーさんもね、強い初中級者枠だなと思いつつやってたんですけど、火を吹きましたね、火を吹いた、火吹きましたね。まあ、残念ながら予作は弱い上級者枠なのでね。そうですね、残念でした。そろそろ予作が通用しなくなってくる時代が来たのかもしれない。ましたね。予作早く家に帰れ帰れ帰れ、時間ないぞ。時間ないぞ。さあもう関志君はトラさんのこのわからん殺しに乗らないことですね。そうですね、まあ、拒否痛いですね。拒否ってラインで逃げるとかね、気をつけてね。あー、はい、バックステップ読まれていた。本当に引きつけないといけないので難しいですね。ネックハンキング、あの引きつけがやっぱり結構難しい。あ、難しいです。誰が必要になる引きつけ流炎部、すごく引きつけるか炎を置いておく感じにしないと返せないんですね。あ、なるほどね。さあまずはトマさんがしょがって一本選手。いろんなパターンのわからん殺しを見せるぞと、ありますね、もういうような感じですかね。まあでも実際トラさん上手いですからね。上手いです、しょうがないですよ、もうこればっかりは。飛んだエルボー、また飛んだ、裏からダイパン、あードロップキック、ナスがままにやられていく。ダイヤシ投げた、いいよセクシー、いいよ、あーあータイミング早いね、レディングさん。難しいですよ、ジャック強で見分けないといけないんで。あー、なるほど、タイミングを見分けろと。あーボームが入った、あードロップキック、強ぇ、トラさん名物やりたい放題、やりたい放題ですね。ゴンさんお願いします。まあキムですからね、キムですからね、言うて。さあゴンキム、相手は世界のトラベアということで頑張ってほしいところ。じゃあ大将戦始めてくれ。もうトラさん弱いのはキャラだけですからね。そうなんですよ、ね、人間能力が高いですからね、非常に高いですからね。さあ、あのコマンド投げが火を食うか、それともゴンさんのキムがかぶせてやっつけていくのか。ラウンド1ファイト、飛んだよっ、積極的に飛び込んでいくこのゴンキム。さあここは避け攻撃、あーっと危ない危ない、あれもう引きつけないとちょっと難しいんですね。なるほど、さあ飛び込んで、あったあった、飛び込んだ、危ない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 、下手すりゃ3段、下手すりゃピオルゾ、キムの連続技、レディゴ、落ち着いてガード、さらに連発、さあ、画面端に背負って危険ですね。さあ、2段から、強っ、これは、あらっと、ちょっと漏らしたか、さあ、大キック、さあ、レディゴ、あー、タイミングうまい、ずらしていく、はめてるのかな、距離取ってますね、あうまい、狙ってた、そう、ドロップキックと思わせて、思わせて、ベアボンバー、まずはトライポ選手、と思ったら投げている。そうなんですよね、まあ、いろんな組み合わせ、ね、殺しのパターンがあるということで、さあ、ゴンさん、後がない、頑張って、やりたいから続いてますよ、これまだ、対空、よっしゃ、サマーで割って、ダイヤシン、さあ、来た、レディゴ、ジャンプでキフィルがエルボー落とされる、下がバン、またレディゴ、うまい、あ、気をつけて、避け攻撃、レディゴ対空、ジャック対、危ない、返していく、あー、うまい、うまい、間に合った、間に合った、さあ、ガメアジ、あー、光景が潰された、これは、吸われるよ、あー、吸われた、光景吸ったのかな、本当に、勝ったのはトラチーム、おめでとう、いやー、うまかったな、今、うまいね、はい、レアでもう勝てるんです、そういうことでね、1台でいいのかな、一応向こうも空いてますけど、どうしましょうか、これ、こっちが面白いんじゃない、こっちが、じゃあ手前はババラムネガロボーチーム対エアガイツカメ、それがシム、はい、やっちゃっていい、じゃあ奥で、周平遠征対中山晴美チームお願いします。はい、さあガロボー昇電場第2戦来ましたね、ラムネがババ君ガロボーチーム対エアガイツカメ、それがシム、じゃあ試合の方お願いします。 1P がババ、 2P がエアガイツカメ、
あの先方の戦いもさることながらガロボーさんは最近それがしくに負け続けているので、そうですね、ここはでも今日はしっかりリベンジしておきたいところですよね。そうですね、完全にキャラかぶせてきてますから ね、 完全にもう今日は容赦しねえぞと、容赦しないぞ、俺はアンディ使いでありジョー使いであるというところで正確にはジョー使いだから、どっちだよっていうあれおかしいですよねだいぶ頭おかしいなと思ったんですけど、だいぶ頭おかしくなってるなまあまあ、言うても10名も強いキャラなんで、馬場君、落ち着いて立ち回ってほしいですね。さあ、野外スカメンの金も黙らせましょう。そうですね、これ、まあ、攻めてきてくれる金はどうにか、まあ、辛いけど返せるので、それをうまくやりたいですね。そうですね、うまいですね。さあ、投げていく、画面端、追い込んで、一旦距離を取る。さあ、見えない、ああ、見えない、ああ、安い、これ、ピヨってしまったか、ピヨったか、連打、あ、出てないよ、野外スカメン、出てないよ。全部よっ、あっ出てない出てない、ババ君じっくり行こう、じっくりババ君じっくり、出てないから大丈夫だよ、あーあいつから一歩前進、あの10名ああいう時にジャンプしちゃうとジャンあのしゃがみシーンの先端で絶対落とされちゃうのでじっくり待った方がいいです。いやー惜しかったね、あの売り切れてるうち、もう弾薬売り切れてるうちにやっつけときたいですよね。弾薬20回ぐらい今売り切れてましたね、20回ぐらい売り切れてましたよね。いや惜しかったなババ君、いやー、我慢我慢、投げていく、こういうとこうめんだよな、やつかめ、あと日本勢をしっかりとライン使っていく、しっかりライン、いいよ、あー、うまい、あと一発でピヨリ、ピヨらせましょう。さあ、野外つかめ、一旦距離を取る、よしよし、あ、そうですね、攻めたく、ゆっくりと攻めたく、あ、うまい、あー、先に手出しながら、生きてるか、ピヨってる、ピヨってたー、勝ったのは野外スカメン。まあでもね、ガロボーさんが後ろに控えてるので、はい、よし、じゃあ大将ガロボー出てこい。前回のストリートファイターカーニバル優勝者である野外スカメンを破れば3ポイントプラスとなります。いいですか、ガロボーさんが自分の持ってるカバンをどこに置こうか今一生懸命首をひねりながらやってるのか、何をしてるんでしょうね、どうしよう、うんみたいな感じ。これが小林財閥の御曹司の御曹司ですよ、萌えキャラかあったわけ、萌えキャラ、結局膝に抱えました、ね、膝に抱えましたね、重りを背負ってる状態です。さあ皆さんお待たせしました、 1P 側ガロボー、 2P 側野外つかめのキム、ガロボーそれがしの前にまずこの野外つかめを黙らせないといけないですよ、文字通り黙らせてほしいですね、さっきからうるさいんでね、本当に。さあスライディング、今日は画面を見ているぞと、おっとここは視聴客、踏みつけていくのは野外つかめ、知ってますね、そうですね。さあスライディング、おじゃくパン大パン刻んでいく、体力リードガロボー、出し大キック、ハリケーンアッパー乗せていく、いやガロボー結構当て感いいですね、この1ラウンド目、そうですね、いい感じで、さあ、ね、ちょっとエアガイスカメンが攻めあぐねてるような状況、じゃあパンで潰して、うまい、うまい、つながってた、つながってた、体力逆転、後ろ投げた、スラッシュで突き寄って、ジャック投げたよ、それは今ライン擦ってましたね、やつ擦ってましたね、パッチパッチパッチ、もう今起き上がり歩いてた瞬間にこいつ投げだなと思いましたね、今ね、投げた、見えてました今、2秒後が見えてました俺には。さあこれでガロボー1本選手、いやーでもエアガスカメも今惜しかったですよ、惜しかった、うまい、ここから差し込んでいく、あーめくりー、乾燥すればいけるよ、無敵、あー乾燥できるか、安い削り十分十分。さあこれがエアガイスカメンの、エアガイスカメンここじっくりいけばね、いけるね、舐められないところ、非常に強い、あっという間に真っ赤っか、ガロボー大ピンチ、酒攻撃仕込んでやがったさあやる気満々ですよ、やる気満々ですよガロボーは、今日のガロボーはやる気満々です。さあスクリューアッパー、ハリケーンアッパー見せていく、ラインから吹っ飛ばし、拒否るのはエアガイスカメン、サーバーは読まれた、じっくりいって、じっくり、時間がないからな、ガロボー頑張れ、あと10秒、スラッシュ吹っ飛ばし、じっくり待ってればいける、あーそれは間に合うかガロボー、間に合った、勝者ガロボー、じゃあそれがチーム大将、それがしててこい、それしかないの通しましたね、いや危なかったですよ、危なかったですね、はっきり言って。さあここでそれがし登場、ついにライバルがここで、でもここのところガラボーはそれがし君にやたら負けてるイメージが強いと思うので、そうなんですよね、
ここでそのイメージを払拭したい。ワンピーガワーガロボー、ツーピーガワーガロー界のリーズ。今回俺が出ていないということで満を持してそれがし君にキャラかぶせましたね。アンディじゃあこれ残金返されちゃうから、そうです、ね、やっぱこっちだよアキラ君って。こっちだよアキラ君、スライディングだよ。あとでいつ弱音を吐くか注目しておきましょう。ちゃんと考えてるんだよ、当たり前のこと今言いました。当たり前だろ。考えてないで今までやってたのかいっていう。なんだ、何を言ってるんだ。当たり前のことをそんなねもう言われるとびっくりしちゃいますね。今更ガロボールで、えみたいな。さあ飛び道具の打ち合いから始まる二人の戦い、行く末を見守ろうじゃないか。ワンピーガーガロボー、ツーピーガーはメロ界のキス、それがしか。さあスライディング、溶かしていく、飛び道具重ねて削っていく。奥でコナミハニャン対アーチャーボムお願いします。はい、さあ至近距離飛んじゃった、スライディングで落として、壊し壊し、ぶっ飛ばし、ハリケーンハリケーン。さあガロボー非常に今日当て感がいいぞ、いけるのか。1ラウンド目バックステップ、疾風拳疾風拳くぐって、さあそれがしくもここからありますからね。あとだ、ダイバー動いた、爆裂一歩選手ガロボー。いやー今ちょっと惜しかったです最後ね、それがしくも惜しかったですけどね。爆裂拳でなんとか追っ払って削り勝ち。ガロボーひとまず一本選手、胸をなで下ろす瞬間でしょう。オープレイオープレイ、出足刺さって奥攻め、出足払い飛ばし攻撃交錯する、飛び止めの試合くぐってスーラ奥攻め、ハリケーンここはじっくりガード、それがしライコーマシゲルから出足、危ない飛ばし攻撃からダイヤシー、あー大パンチ。さあガロボーこの体力差めくることができるか、それがしこのまま逃げ切るか、どうなる。あーやはりこの2人の戦いこうじりっとしちゃうよね。さあガロボー体力がない、飛び道具残り10秒、あーっと飛び道具打ち負けて、それがし弱正体、勝ったのはガロボーよ。どんこれがし動いてしまった、もう我慢できない、我慢できなかったですね今ね。ダメダメそんなに力んじゃいやー今のはちょっと悔しいですね。ねえ、いやー、まあでもあそこでしっかり殺し切りたいというそれがしくのね意思もねあるのでね、難しいところですね。やっぱあの3ラウンド目を見た動きということだったような気もしますけどもね、どうなんでしょうかね。じゃあ準決勝ですね、はい、伊上虎チーム対周平遠征チームお願いします。はい、じゃあ伊上虎周平遠征、じゃあ手前台の方で試合の方お願いします。できた、よかったよかった。さあワンピー側が周平選手、はい、ツーピー側が伊上さん、じゃあ、はい、試合の方お願いします。準決勝第1試合だ。ハリケーンザザーだ、ハリケーンザザーですね、ハリケーンザザーだ、トラさんの今、アドバイスが飛んでましたけど、いつもトラさんがやられてることですね。あ、いいですね、これですね。あ、これですね。トラさんが散々やられてるやつ。散々もう何度食らったか分かんないスライディング。スライディング。危ない。つながった。あ、死んだか。危ない。危なかった。危なかったです。今。危なかった。危なかったです今。いやー、伊上さんの当て感が非常に強かった。まず一歩で伊上。はい、あのジャンプをくぐった時に密着から歩き A ってやっちゃうとガードからの前 A になっちゃって先にバケちゃう時があるんですよ。なるほど。なのでああいう時は弱キックスタートにするとああいうことがないので安定ですね。画面端のそのごちゃごちゃに対応した操作に、知っておこう、慣れておこうというところでしょうか、はい、さあここはローリングアタック出していく周平選手、さあ飛び道具を打っていく垂直ジャンプで受ける、さあ手にはドランよと、さあ通常はローキックを駆使、立ち弱パンチを駆使していく、
お前おー下段あーしっかりとラーミン余裕からのお投げ1-1やっぱダックこの火力がねあるのでね、そうですね、ま、全然油断できないですね。これでまだ分からなくなった。3ラウンド目、周平選手のダックはでもいいですね、連続技が非常にいいですね、本当キレがありますね、キレがある。さあここはローキックでつないで投げにすぐさま切り替えていく。おお膝地獄、いい投げ、離れてハリケーンアッパー、これが強い。そうですね、やっぱりセオリー通りの戦い方、井上さんしていくのが一番いいかなと思いますよね。ローキック、ローリングアタック。さあここで周平選手は相手の誘いに乗っちゃダメですね。うまいですね、難しいところですね。あっ返した、削ってスライディングガード、おお当てた。さあは飛び込んでいくがバックレツケン、オッケーオッケー。さあいい勝負ですね、スラでこかしてハリケーン。さあまだわからない、まだわからない、飛んだ、これはザザーだった。井上選手勝利。じゃあエンテイさんのビリか、ビリ出てこい。結構ダックはああいう時難しいんですよね、スライディングの角換とか、あと膝であの飛び道具を飛び越えていくっていうことをやらないと難しいので、ね、結構難しいところです。さあエンテイチーム大将エンテイのビリカン、さあ井上選手上東で勝てるかどうか頑張ってほしい。まあ、これは先ほどと打って変わってハリケーンザザーが使えない相手なので、ハリケーンザザーが使えない。あでもいいですね、でも立ち台キックの安定ができるんで、まあ対空は立ち台キックで、そうですね、やると安定です。距離感的にはね、ケースバイケースな感じで、そうですね、うまく詰めてもらって、さあ頑張ってほしい。さあライン移動がないステージということでね、危ない危ない、ハリケーンアッパー、赤くなった、あいいね、おスラであえて、あえてスラで返していく。さあ飛び込まれた、ガード、ここはガード。あっと、怪しい、刺さる、投げに切り替えた、エンテイ。さあ、上から来た、あー、下段、下段。さあ、エンテイがこれで一本選手。さあ、井上選手、でも内容は悪くなかったですね。あ、いい勝負ですね。ね、1ラウンド目、内容は悪くなかった。おっと、行くとき。あっと、危ない、引っ込むと危ない。危ない、危ない、危ない。大丈夫、大丈夫、安い。さあサンセスコンガードしていく、飛んだ、あジャクジャク追っ払われる、非常にリーチ判定ともに強いこのビリー、今のナイスタイク、ナイスタイク、対空はそれを使っていけ、立ち台キックビリー戦、井上城、あっと飛び込む、あーここは3段取ってしまう、暴れるとビオリオ、危ない。さあ我慢の時が来る、残り29、あー投げたー、ワンチャンある、ワンチャンあるよ、ワンチャンあるよ、ガード間に合った、いやある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 、まだあるあるある、まだ分かんないよ、強襲狙っているのか、ハリケーン、ハリケーン、ハリケーン当たった1-1、いやー非常にいい勝負、いやいい勝負ですね、じっくりと最後まで待ちましたね、危ない危ない、とにかく先に心が折れたやつが、そこです、死ぬのがガロスペですからね、もういかに安全なとこからハリケーン打ちまくるかっていう、打ちまくるかみたいな、俺の安全地帯を探せみたいな、ね、そこですもん、本当いいぞいいぞ、いや井上さんいきなり強くなりましたね、強くなりましたね、やばいですね、トラさんのアドバイス聞いてますね、トラさんのアドバイスよく聞いている、さあ追っ払おう追っ払おう、甘い、ここ危ない、もう少しピヨっちゃうよこれ、エンテ君はこれ逆にピヨるぞということで、危なかったです、じっくり行きたいところ、あいいですね、歩いて近寄ってジャックパンチ、さあ飛びが、ここは我慢ですよ、ジャック痛い、あーここは半角、角はもらって、我慢した、酒攻撃は読まれて2段、垂直ジャンプで避けていく、あーと空対空、大パンチ、うまい、さあ地上戦に引きずり込まれる、ジャックジャック追い込んでいく、ビリー、エンテ、立ち上モードになります、あー、当たった、これがうまい、さあこれで分かんなくなった、対空していけば勝てるが、あー対空、さあしっかりできる、あー潰された、削り、ガード、ガード、さあここガード、残りずるっと飛び込んで、ジャックジャック爆裂、当たってない、あ惜しかった、エンテチーム勝利、エンテ、じゃあトラさん、いい勝負でした、トラチーム、じゃあ大将トラ出てこい、いやあと一歩です、あとほんのちょっとでした、あと一回爆裂剣が当たっていれば
いやーそこですよね、本当ね、見立てですよ、井上さん惜しかった。熱い試合ありがとうございました。でようやく倒したと思ったらトラさんが出てくるっていう、いやーめんどくさいですね、一人目だったのみたいな、あれ一人目だったのみたいな、めんどくせーなんだこれみたいな、かなり疲弊してると思いますよ今エンテ君が、相当疲れてますよね。さあこれまたわからんごろ始まりますよ、始まりますよ、キリカンは投げられやすい体をしているんです。なるほど、投げられやすい、危ない、危ない、あーとここは入んなかった、レディゴーレディゴー、普段俺にできないことを散々やろうとしてます今ね、うん、こういうパターンもあるんだよ、ほらレディゴー、さあエンテ返していく、頑張れ、あ冷静、うまい、冷静冷静、エンテ君それでいいんだよ、冷静に返していきましょう、あーいいね、あいいですね、非常に面倒くさいですね、我慢我慢我慢、ここは我慢ですよ、トラさんやれるのか、あーまだ座れるんです、まだ残ってるよ、残ってるよ、ここで、おーナイス、炎には炎、素晴らしい火炎ステップコ来ましたね、どうしたんだ今日、はい、いやーすごいいい試合でしたね今のも、さあトラ選手後がない、あドロップキック刺さる、さあ体力5割ぐらいなくなっているぞ、エンテ飛んだところにレディゴ、さあ画面端はトラさんの距離、あこれは厳しい、落ち上がり、あーうわー、あー体育体育飛んでジャンプパンチ、体力もあるからこれは厳しい、座れた、一発しかない、まだ座れるんです、強い、弱足使ってもまだ間合いの中なんですやっぱね間合い知らないとね、やばいです、やばいですね、これで1位、あれ当たってない方が逆に返しづらいんですよね、あー確かに、あのガード硬直がないので、ガード硬直のないこのゲームと、さあ危ない危ない、さあここはドロップキック、止めてたのね、画面端タックル、あーあいいねいいね、あーダメ、あーいいねいいね、組ってことは、おっ解除した、あそれ、あーあー落とされて、あっドロップねー、危なかった、もし回避されてもバックジャンプになって反撃できないように今仕込んでましたね、仕込んでたね、うまいですね、うまいですね、さすがトラ、危ない危ない危ない、おいおい、ああやばいやばい、やりたい放題、やりたい放題、どうする、さあ当たった、こっから、まあ、体力はある、ここでダイパーレディゴー、あー上、トラチーム決勝進出おめでとう、決勝強い、いや経験の差ですかね、出ましたね、出ましたね、じゃあ準決勝第2試合いきましょう、はい、ババラムネガロボーチーム対、ホナミハニャーンチーム、はい、じゃあホナミハニャーン対ガロボーババー、じゃあ試合の方お願いします、一体誰なんだハニャーン、いやじゃあババー選手対ホナミ選手、はい、じゃあ準決勝第2試合始めるんだ、ワンピーカーはババ君のシュベ、そしてホナミ君は今日はジョー東、今日はやっぱジョー結構見ますね、やっぱ使いやすいということでしょうかね、あそうね、さあジューベかジョーか、どちらも火力が高いキャラクターとなっております、飛び道具そして飛ばして落とす性能も高いと、飛び道具の打ち合い、どちらが心が折れるか、さあ飛び道具当たった、スライディングでこかしていくのはババア、ババジューベ、坂目端追い込んで何を狙う、スラでせんべいをくぐっていく、まあ蹴り込んだ、あーうまい、日本背負い、ハリケーンアッパーはスラでくぐれないけど、せんべいはねスラでくぐれるということでね、この辺がちょっとやっぱジョーがちょっとアドバンテージがあるのかなっていう感じはしないでもないですけど、飛び道具の打ち合いの最新の注意を払っていきたいところ、さあまだ分からない、残り20秒、そう投げが入った、飛んできたところジャックパンチ、ここはしっかりガードしていく、あと残りじっくりかわしたいところですね、ですね、あっとうまい、こかしていく、さあ削って削って残り10秒、さあババー選手これ逃げ切れるか、無理しなければまあ、ね、いけるとこでしょう、弱せんべい画面感じ、さあここは手を出さない、投げが入った、ね、さあババー選手の10秒一本選手、うかつに総裁しようとするとためが完了しなくて、はいはい、酒攻撃になって一方で食らっちゃうってこともあり得るので、はい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 、しっかり今ガードしてましたね、そっちじゃねえよ的なね、なんでだよ出すわけねえだろうね、そうなんだよね、それが出てしまうのがこのゲームのね良かったり悪かったりするところなんで、さあジャックジャックせんべいジャックジャック対ここはスカっていく、この距離感での殴り合い、大パンチ背景アッパー追っ払わないよ、あーいいよスライディングくぐ、スライディングでせんべいくぐってこかしていく、
あ、今先になっちゃってますね。あれね、あれちゃうんですよね。あーと当たってしまった。ここはこのラウンドはホナミ選手が有利な状況。なかなかババ君のターンが回ってこない。さあ、ライン基本的に飛び道具をお互い打ち合ってると気づくと10ペンが体力減ってるんですよね、この組は。なるほどね、そういうことか。さあ、放送禁止ゾーンにいるところを投げる。ごちゃらせで何を通したい。そうですね、ごちゃらせ、これうまいですね。ここです。さあ、これで分かんなくなった。これで分かんなくなった。あ、スーラージャック投げた。まだこれで逆転した。逆転スーラー逆転せんべい飛んでた。投げバレてた。いちいち、いや難しかったですね。難しいね、難しいところでした。まあでもいい試合、いい勝負でしたね、今のもね。いい勝負ですね。さあ、3ラウンド目、どちらが大将を引きずり出すか。ワンピーガバーババ君、ツーピーガバーコナビ。飛び道具の打ち合いから始まる。全部ハリケーンアッパー飛んだ。お前クタククタク、おーっと投げていく。パンから出し2本飛んで、え、壊しでオパラウ大足が去る。全部おーでかる、いい殴り合いですね。あー、くぐられた。難しい。せんべいが読まれると残念ですよね、本当ね。さあ、やだ、投げて飛んだが、ザーザー、スラが間に合うんです。さあ、スライディング、体力、おっと、出まかり飛んだけど、裏で安かった。安い、せんべい乗っちゃった。わからないよ、ジャック。さあ、お互いお見合いから、せんべい、馬場選手、飛んだ、届いてない、残り一発、ジャンプ台、ギリギリの勝負、取っていくのはホナミチーム。さあ、じゃあ大将ガロボー出てこい。バブ君今最後スライディングで対抗したら勝ってました。惜しかった、惜しかったね。まあ、結果論ですけどね。いや、惜しかったですね、そこまで追い込んだということで。そうだね。さあ、ガロボー引きずり出された。ガロボー、ここは同キャラ戦。あ、そうですね。まずはホナミ選手を破らなければ次へ進むことができません。似たてできるか。ガロボーラウンド1ファイト。ワンピーガバガロボー、うまい。スータイクかぶせていく、スラッシュで距離を詰める。さあ、ここは一旦離れてハリケーン、どう思わせてもスライディング、妙に緩急のついたいい攻めを見せるガロボー。さあ、ハリケーン、ハリケーン、ザザー、ここはしっかりガードしていくホナミ。さあ、どのようにして持ち回っていくのか。若干ガロボがたまに売り切れるのがね、そうですね、気になるところでございます。ペイントだよって言うんですよ、嘘つけよって思う、嘘つけよっていうね。さあ、危ない、ガードしてスライディング、カクワン返していく。さあ、じりじりと、気がつけば体力が真っ赤っか。花見の城東、それに対しガロボパーフェクトじゃないか。さあ、バックステップ削られてハリケーン、じっくりじっくり攻めるガロボ、スライディング、じっくりと立ち回った。一本選手ガロボ、いや、まあ、やっぱじっくりですね、本当にね。そうですね、ガロボさん、どっかで飛び込むタイミングをやっぱ狙っているので、そのリードを奪われないように、なるほど、とにかく立ち回りたいところです。とにかくリードは奪われるので、我慢に我慢を重ねて立ち回っていくのがこのガロスペ対戦。あっと、あ、よかったよかったよかった、いいですね、今の吹っ飛ばしを差し込んで向こうのラインで、今度はハリケーンアッパーの打ち合いが始まる。あ、飛んだ、スーラーで落として、またもスライディング、飛び道具が読まれたか。あ、いいよいいよいいよ、そうですね、ああいう誘ったね、ガードして落としていこう。危ない。さあ、飛び道具の打ち合い。さあ、スーラー誘ってスーラーで返す。ハリケーン、スーラー、あー、ガロボー今日よく見てますね。さあ、ホナミ選手破れた。じゃあ、大将ハニャン、ね、ハニャンさん来ました。ハニャン選手とは誰なのかというところで対照戦になります。仕事の合間に仲良しを買ってまだ読んでいないというハニャンさんですけども、ワンピーガワガロボー、ツーピーガワハニャン。さあ、ハニャン選手はここのところずっとアクセルホークで仕込み続けていたと。そうですね、もうボクサーで、ボクサーをどこまで仕上げてきたのか注目していきたいところ。結構ね、アキラ選手とか、まあ、それがしかね、まあ、S 級 A 級とね、ハニャン選手戦い続けて、はい、かなり、実力を上げてきたんではないかと言われていますが、どうでしょうか。相手は今日はガロボー城東、
ハリケーンかトルネードか打っていく両者。あガロボ今日は落ち着いてるな。対空もうまい。飛び道具もたまに売り切れるぐらいでしっかり出ているぞ。さあマニアンが飛んだが空対空バックステップで距離を取る。スライディングで追いかけてくるガロボ。トルネードあーちょい避けられた。よく見てた。まず一歩選手ガロボ。あのジョーの弱のハリケーンアッパーを垂直ジャンプで避けるだけでもアクセルが相当神経使うんですよ、ね、あなるほどね。かなりあのジャンプが低いのでなるほどなるほどすぐ踏んじゃうんですよ。アクセルは飛び道具を避けるだけでも相当テクニカルが、ね、テクニックが必要になるといわゆる X で言うというところのエドモンド本田みたいなそんぐらい難しいわけですね。さあ飛びが通った。さああーうまい電気ビリビリ。さあぶっ飛ばし攻撃電流爆破マッチだったこの試合のリング。スラッシュキック近づいちゃった爆裂拳削っていく。ガルボ今日はキレキレよく見てる。さあマニア頑張れこれですね。ああなっちゃうんです本当に。なるほどスラで削りガルボ勝利。ドヤ顔されちゃった。いやー残念。じゃあ決勝ですね。決勝戦ですかね。伊上トラチーム対ガロボーババチームね。はいじゃあストリートファイターカーニバル7 2日目、ガロー伝説スペシャルランダム 2on2 大会決勝戦始めたいと思います。さあ最強のトラチーム最強のベア使いトラが組むトラベア、そして伊上ジョーチーム対ババラムネとガロボーが今タッグを組んだ小林コンツェルノンゾーシーガロボーチームとなっております。ワンピー側ガロボーチームツーピー側トラチーム。じゃあ試合を始めるんだ。まずは先鋒戦ババ対イガミ。ババ十兵衛対イガミジョー。またジョーかやっておめえもジョーじゃねえかって話ですからガロボーさん言ってますけど何言ってんだ何なんだよって何言ってんだっていうね。さあでも伊上さんのジョーもそうね、馬場君のジュベもまあもういい感じですよね。これはもう慎重に慎重にじっくり両者戦ってほしい。自分のガロスペ力をなんとかこう信じてね。さあトラ選手が非常に的確なアドバイスを伊上選手に渡しております。さあ投げた差し込んでいく2段背負い投げ体力リード馬場チーム馬場君ガロボーチームの先鋒ババ。さあスラが交錯先に赤くなったのは伊上城。さあいいよ差し込んでいく当て感が非常にあいいよいいよ。あそれ危ない垂直ジャンプで避ける。さあ離れてハリケーン。ここでじっくりですね。ここでまた飛ばし落とすモードに何度か持っていきたいところ。飛び込んでいくスラ投げが入るかかんいただきました。この後危ない弱投げババジュウベイ一本選手。さあ伊上選手後はない。試合の内容自体全然悪くないもんね。そうですね本当どっちが勝ってもおかしくない、うん、そうですね。おうまいここ見ていた。せんべい読んでスライディング余裕でした。さあ飛び込むのチェイ体を入れ替えて。あいいね狙ってますね。いいですね。危ない本田せんべいが去る飛んでいく対空ここは届いてない。ここ反撃弱パンせんべい飛び込みああ裏だ投げキャンセル出しにも本当非常にね返しづらい連携なので対応してますね。さあまたも飛び道具の試合しかしいつか攻めなければいけない伊賀美城体力リードを許しているこの状況。残り20秒スライディングスライディング各班だ。さあやばい。さあいけるか。あと1回投げられたらピンチかもしれない。さあ飛び込む危ない危ない。さあ一旦離れましたね。ここはもう馬場君側じっくりいくだけですね。ああ投げた反撃。さあ馬場勝利おめでとう。じゃあトラチーム大将トラさん出てきてください。さあトラさんにとっては非常に当たりたくないチームでしたね。2人とも飛び道具でスライディングがあるっていう、そうですね。ビッグウェアの、非常に嫌な技が揃ってる10米上チームとなっておりますが、でもトラさん一度、ガロボーの上東にやっつけてますから ね。腕でそこはカバーできるのか。
トナの実力ここにありなのか。注目の一戦ラ1ラウンド目、実力でキャラ差は覆るのか、戦いはキャラ性能なのか。さあトナのタックル、しっかりとうまい。あー、ネックブリーカー、ダッシュ2本で画面足投げちゃうとその後の起き上がり相手の方が早いんで投げかくになっちゃうんですけ ど、 なるほど、今しっかり狙っていきましたね。投げたと思わせて投げられてしまうわけですね。危ない危ない。さあ体力リードはトラベア、しかし攻めて攻めて、レディゴのタックル一本選手。レディが返せないとなると結構ベアが有利にことを運んでしまうので、なるほど、ね、ちょっと厳しいかもしれないですね。トラさんが帝にはいる以上、レディゴ対策はどこかで練習しておかないといけないわけですね。どっかでやっておかないと、どっかで必ずやっておかなければいけない。ガードしたくなる場合なんです。危ない、いいよ、落ち着いて大パンチ。レディゴここは工作総裁する。危ない、あー、うまい、仕込んでた、気をつけて。これは危ない、アババクインよ、全部危ない、おー危ない、漏れたやつが空対空になる、漏れたのが空対空、二段構えになっていると。あーっと危ない、ファイヤービッグファイヤー放っていく、気をつけてスラで落として、いる、さあバックステップドロップキック、トラ選手勝利。さあ泣いても笑っても最後の試合、ワンピーカはガロボー頼む。いや来ましたよガロボーさん、あの時のリベンジ果たせるか。あのリベンジ、これはもうおめえ挽回しなきゃいけませんからね。おめえ挽回の大チャンス。ジェリド風に言うとう、ね、おめえ挽回ですよ。おめえ挽回ですよ。ジェリド風。今日はそれがし君におめえ挽回してますから、ね。そうなんですよ。というわけで 2本連続でじゃあ、ね、今日は行きましょうね。さあ最後の試合だよ。ワンピーからもう上東。負けたらまた俺は勝負の部燃えしやんないといけなくなりますよ。そうですよ。あ、見えてますね。これで負けたら一体何を言われるか。危ないですよこれ。危ない危ない。これは9-1です。9-1。もちろんジョーが9。少なく見積もって8-2です。8-2。トラさんで8-2ぐらいです。そうですね。危ない危ない危ない。さあ体力同じぐらいだよ。飛び込んだ、ザーザーで落として、ハリケーン。一本選手があるもん。若干今最後甘えてくれたんですけど、ちょっと一瞬やばかったですよね。危なかったですね。トラさんもまさかそんな甘えると思ってなかったのかもしれない。あれっつって、あれみたいな、ないでしょうみたいな感じで。さあトラさん後がない。うわー、危ない、ここで、あー、うまい、タックルうまい、でしっかり背負わせて。さあ画面端背負っているぞ。ここですよ。おー、ハリケーン、ハリケーン、あ、いいですね、ブレてない、しっかりあの一発当てるためにスライディング抜ける。あー、2発入った、レディゴ台で入った、まだ分からない。さあファイヤー、ドロップキック、ファイヤー、ガロボーよく見てる、今日は我慢が長い、レディゴ、それはファイヤー1-1。あれ食らっちゃう。もうやりたいことが全て見てくれましたね、今ね。本当ですね、あれしかなかったんですけど、まあでもあのプレッシャーですよね、どちらかというとうまいですよ。あ、やっぱガロボーをそのやっぱ落ち着かせない、落ち着かせない、焦らせる、落ち着いて後ろから、あー、やばいやばい、後ろに投げていく、使い分けていく、うまい、やばいぞこれ、ガロボー、ガロボーちゃんとやれ。さあここ、さあちゃんとやれ、危ない危ない危ない、ジャックパンチ、大キック、工作する、ジャックパンで手がかりしっかり押さえていく、まずいのか、これ小林財閥乗っ取られるまであるな、これやばいやばい、ジェイドジェイド、ジェイドなのか、あー、ガロボー、お前は俺の、俺の、あああましたね、おめえ挽回しました、おめえ挽回、お見事、勝ったのはトラ、優勝はトラ、伊上チーム、みんな拍手、素晴らしい、いやー来ましたね、完全にジェリド入りました、ジェリドでしたね、来ましたね、ジェリドガロボいやジェリドの話題出すもんですね、試合前に、ね、本当ですね、いやでも強いですね、本当うまかった、あ、よかった、じゃあ放送席、放送席、ヒーローインタビュー、優勝したトラ伊上チームです、やったぜー、やったぜ、最高だぜ
いや、伊賀美さん、今日の試合振り返ってどうでした？結構途中から超強くなった感じしたんですけど。いや、なんか落ち着けました。落ち着けた、はい、結構トラさんのアドバイスをこう的確に再現していく感じ で、ね、はい、いや、なんかね、いきなり強くなって手堅くなって、そう、ワンチャンエンテイさん殺すとこでしたよね。惜しかったですよね。え、トラさん、今日の試合振り返ってどうです？いや、味方にジョーがいてくれてすげえ心強いんですよ。自分が戦うこと考えたら味方にいてくれた方がいいみたいな感じで。いや、でも鋭かったですよね、かなり。あ、そうですね、途中からかなり切れてきて。そうですね、なんかだんだんこう技の切れ味がね、鋭くなっていく感じで、まあ、でもほとんど1回で負けだったんで。あー、まあでも内容はね、非常に良かったです。ほとんど相手の精神を削ってくれたと思います。あー、そっかそっか。あの、伊賀美さんが疲れさせて、トラさんがわからん頃にするみたいな感じで、いいコンビで、チーム戦の醍醐味ですからね。まあ、弱った精神のとこにぶち込みましたって感じ。なるほど。トラさん、最後のガロボー戦どうでした？狙い通りです。あの2ラウンド目、あの画面端ごちゃごちゃ、ちょっとガロボー焦ってましたよね、あれは割と。もうハリケーン言ったらショーパンチ刺すという、あ、普通の対策です。普通の対策で、まあ、その基本通りにことが進んでよかったみたいな。やっぱ大会だからね、普段の ガロボーさんだったらもうちょっと話してくると思うんですけど、かなり慎重だったんです。トラさんは優しいですね。普通の普段だったら俺は負けていたと、大会はまあ何が起こるかわからないというようなね、優しいコメントありがとうございましたということでね。まあ今後もね、2 on 2、シングル、いろいろ、ガロスペ大会こ、重ねていきたいと思うんですけど、まあ、また伊賀美さん、ぜひ、はい、ジョーで参加よろしくお願いします。すごい強かったと思うんでね、はい、というわけで本日優勝したトラさん、伊賀美さんチームでした。みんな最後に荻楽町ありがとう、優勝おめでとう。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、すごかったよ。いや、最後ガロボー、あれはちょっと来ましたね、ちょっと最後ガロボーに話をちょっと聞いてみますかね。じゃあ聞くんですか聞くんだ。ガロボー氏、コメントください。どうですか、ジェリドさん、どうですか、ジェリボーどうですか。どうも、ジェリボーです。はい、どうでした。いや、本当に強いですね、本当に。強いよね、ちょっとね、トラさんのベアは苦手意識ありますね、確かに。苦手意識、苦手意識がありますね、まあ、はい。ね、それがし君はね、結構ちゃんと今日はびっちり リベンジできたんですけど。そうですね、まあなんとか被せましたかぶせてでもリベンジです。まあちょっと次回トラ戦、そうですね、できればアンディの方で勝ちたいなって。そっちの方があのキャラ的にいけるっていう。キャラ的にいける、ね、ジョーの方がいけるんだけど。いや、ガロボーさんの中でです。繰り返しますが、最低8人つくダイアグラムですからね、あれね。まあね、敗者インタビューということでね。まあ世界大会もありますしね。じゃあガロボー・トラ戦を僕はアキラ・ガロボー戦以上に今のところは楽しみにしてるので。そうですね、楽しみですね、まあ、対策練っておきます。はい、はい、じゃあ次回のガロボーさんの活躍に期待してください。ガロボーありがとう、みんな握手ありがとうございます、はい。いやでもいい試合良かったです、本当に、ね、今日はいい試合良かった、よかったです、やばいですね、はい。そんなこんなで、ストリートファイターカーニバルは、1ヶ月間かけて、ランキングポイントを競い合うというような、集計して、ポイントを競い合うというような変則ランキングバトルとなっております。6月2日から、7月の8日まで、平日水曜日を除いてほぼ毎日、大会を開催しております。日程等は、ホームページ のブログの、ね、記事、またツイッターの、記事、見ていただければなと、イベントカレンダー見ていただければなと思っております。とりあえず次回の開催日は来週の月曜日となっております。はい、来週の月曜日はなんか6月のファイティングレイヤー大会ですね。ファイティングレイヤー1本だけなんですけど、ファイティングレイヤー大会が8時よりエントリー開始となります。こちらの方、多数のご参加、待っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。出席で1ポイント、勝利でプラス1ポイント、前回優勝者の親返し仮面を通すとプラス3ポイントと、最終的に1ヶ月間かけてこれを集計していくという流れになっていますので、ね、どしどしご参加よろしくお願いいたします。というわけで、金曜、ストリートファイターカーニバル7、2日目、ガロスペ、ランダム2の2大会以上終了、ありがとうございました。